の名によニュースポッポ。足元に気をつけて。逃げようなんて思わないでよね。バーバラ、行こっ、はぁ、よっ、はっ、ほっ、はぁ、はぁ、はこれこれこれです。もう二度と戻ってこないかと思いました。よく見つけました。なかなかやりますね。店主、大事なものはちゃんと保管しておいてくださいね。今度なくしたらまた見つけられるとは限りませんから。気をつけます。母からもらったこの253個目の指輪をなくしていたら、どんな顔して母に会えばいいか分かりませんでしたよ。あ、どうやら誤解させてしまったようですね。うちは玉石鉱山を3つ所有しているんです。いいお嫁さんをもらえるよう、母が玉石のアクセサリーを家宝としてたくさん用意してくれて、全部で500点ぐらいですかね。じゃあどうしてこんなところで宿屋を開いてるんですか。若い頃に家業を継いでしまったゆえ、こう退屈な思いをしてましたので。とりあえず感謝しています。これが約束のモラです。どうかお受け取りください。じゃあ遠慮なくいただきましょう。苦労したのはオイラたちなのに。弟子は弟子らしくするのです。師匠から手柄を横取りしちゃいけません。今から練習しておかないと、モンドについてすぐバレてしまうかもしれないじゃないですか。向こうの継承者はきっと私と同じように賢いでしょうから。今、なんか大きな音がしなかったか？ああ、そういえばモナさん、ここ2日何も食べてませんでしたよね。お金が…うわあ、うるさいうるさい。そんなことありません。放っておいてください。ふむ、今回弟子のあなたが頑張ってくれたおかげで解決しましたから、このお金で弟子をいたわってあげましょう。ここから北に行くと、防除旅館という場所があります。そこの食事はかなり美味とのことです。そこでお食事にしましょう。おっと、礼ならいりませんよ。これは師匠として当然のことですから。ご飯をおごってくれるって？おいらの聞き間違いじゃないよ。